総合前田柏と富田香音のトーラスぐるぐるチャンネル、略してぐるちゃん。おはようございます。今日は2016年11月25日金曜日、花の金曜日。花の金曜日、毎週花の金曜日ですね。花金です。これはいつ頃言ってたんだろうね、花の金曜日って。花の金曜日はそれこそバブルの頃じゃないでしょうかね。そうだよね、うん、確か高校とかその頃にね、言ってたような気がするけどね、うん、高校生で花金。で、なんかそのなんかテレビでなかった、花の金曜日なんとかなんとかとか言って。そうだよね、花の金曜日は今日も繰り出していくぜみたいな感じ。そう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 。ね、懐かしいよね。懐かしい言葉だよね。あのバブルを知ってる28歳だからね。平野ノラみたいなね。この間初めてその人テレビで見たな。あ、そう、あの人全然違うもんね、バブル世代じゃないもんね。そうなのよね、なんか年齢書いてあって、若いのに。なんだって、ジュリ線持ってるこういう感じっていうの。かっちゃんなんかデスコ行った？デスコ行ったよ。デスコ一回行ったね、マハラジャってあったじゃん。おお、キング&クイーンとかね。あのこの山口にもですね、その昔、うん、マハラジャが来たことがありまして。マハラジャが来た、いいね、王様来た。あのマハラジャって言って、うん、すぐ行ったのかな。ものすごい人が多くて、こんな感じで入って、ね、こんな感じで覚えてるけど、なんかね、やっぱり典型的な日本人だからさ、踊れないじゃん。あー、ねえ、あ、そう、なんかじっとして、なんか飲んでた、なんかウーロン茶とか飲んでたやつ。ウーロン茶なんだ、しかも。ああいうとこってフリードリンクじゃない？そうだっけ、もう忘れちゃったね。なんか4000円ぐらいでフリードリンク、フリーフードみたいな。女子はもうちょっと若くて安かったかな。うん、なんかすごい格好の人たちがね、いっぱいいたのを思い出した今。ふとその頃ってワンレンボテコンってやつ、うん、なんかド派手な人たちがいっぱいって感じだった。あ、みんなでそういう東京とかそういうブームのを見てその格好にしたのかね、うん、あのいつだっけ、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前にまあ、ネットで出てたんだけど、うん、その当時 の、うん、あのファッション雑誌があって、うん、なんか紹介されてたんだけど、その時はその仕事に行く用と遊びに行く用の兼用できるスーツってのがあって、うん、そのスーツがね、今から見たらどぎも抜くようなスーツなんだよね。女の人だよ。なんかミニでさ、うん、なんかこうすごい、なんだろう、スパンコールの入ったような、それで仕事行くのっていうね。じゃあありえないでしょ。恐ろしいよね。それが普通にまかり通ってたのかと思ったら、当時怖いよなと思って。80年代、例えばテレビだったら、テレビドラマの中で浅野ゆう子、あつこ、ダブル浅野とか言ってた、ね、うん、があのもう肩パッとこういう3枚入ってますみたいなね。あー、やってたやってた。眉毛も太いですっていうね。ってことで、なんかこう髪がこういうね、なんだろう、一回持ち上がってこう、持ち上がってこう垂れる、こう柳の枝がこうあるみたいな感じの。ゲゲゲの鬼太郎かワンレンかっていう、なんかね、おばんでやすって感じの、こうどうもーってこうやってえ、痛いしょーってこう生のれみたいな感じだったよね、当時はね。焼き鳥盛り合わせでお願いみたいな。そういうのがね、当たり前だったんだよね、その雑誌、ね、当時の雑誌をね、こう紹介してるの見てから、うん、まあ、かなりぶっ飛んでたんだなと思ってね。きっと今の中国もそんな感じなのかなと思ってね。今の中国そうなの？うん、じゃないの？行ってないから分かんない。あ、僕がいたのもだいぶ前なんだけど、うん、その頃も、ああ、その頃行った時はね、うん、ちょうど20年くらい前のファッションって感じだったよね。あ、うん。今どうなの？だってネットとかのさ、環境があるからさ。あ、今どうなんだろうね。うん、そういう、すぐにそういうの取り入れられるとか、そういうんじゃないの？あ、今そうなのかな。やっぱりそういうワンレンとかじゃないんだよね、さすがにね。
ワンレンってしたことないな。ソバージュはしたことあったけどね。ワンレンって何？ワンレングスって言ってさ、ワンレングス、ワン、かっちゃんがほら、かっちゃんがツーカットじゃなくてなんだっけ、ツーブロックが、ツーブロック、ツーブロックって髪型でしょ。あ、僕が今やってるやつだね。ツーブロック、ツーブロック、うん、で、ワンレングスは一個の長さになってるって感じじゃないのかね。え、どっからどこまでの長さ。前髪も後ろも全部同じ長さ。それがワンレンっていうの。私の理解はそこだった。お銀さんどうですかって。え、こんなこんな長い人、ソバージュとかいたじゃん、うん、そんなはワンレンじゃないんだ。結局こういう風になってこの長さが同じ人を私はワンレンだと思ってた。前髪も、前髪もこれが長くなってここまでくれば、それでこういう感じにしてたら、あのワカメちゃんの長さでこれはワンレンっていうか、それはボブだよ。ワカメちゃんあれさりげなくすごい髪型だよね。あれはヨギリのハウスマヌカンだよね。ここで刈り上げて、ここないもん、こっからしたら。こっからこう、こういってるからね、ワカメちゃん。わかる、こっからないよ。よ、ヨギリで次ワカメちゃんじゃなかった、あの、ね、あのサザエさん見た時に。こっからないから髪の毛が。ソーンって。きっと毎朝剃ってるんだよね、きっとバリカンで毎朝こうやってガリ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 って。で、あの頃からテクノっぽいよね。テクノまたテクノという言葉も渋いよね。ねえ、うん、テクノだってテクノカットってこうもみあげをパスンとこう着てるのね。うんうん、ねえ、もみあげなかったんだもんね。もみあげなかったね。 YouTube とかで YMO とか大好きだったから、あのたまに今でもね、うん、見たりとかするんだけどさ、あのライディーンとかね、もうそうするとここ細野晴臣みたいなね。もうおじいちゃんだよね、今ね、見るとね、だいぶ今はいくつぐらいになってんだろう。60は過ぎてるものね。過ぎてるね。坂本龍一とかも過ぎてんじゃないの。そうだよね、真っ白になってたりとかしてるもんね。ね、いい年の取り方して。高橋幸宏だっけ。高橋幸宏、うん、あとはもう結構なお年になってると思いますけどね。私なんかが中学生の時かね。それぐらいか多分ね。あの、うん、中学、小学校じゃないかったと思う。中学校の時にね、うん、スネークマンショーっていうのが流行ってね。あ、なんか聞いたことある。スネークマンショー面白いよ、検索して聞いてみて。レッドスネークとかのあれじゃなくて。それじゃなくて。え、スネークマンショーってなんだろう、なんか聞いたことある。スネークマンショーってイブマサトとか桑原萌一とか、小林克也、ベストヒット USA、はい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 、うん、その人たちが見たことないんだよね。ラジオ放送をしていて。ラジオ放送なの。うん、もともとラジオ放送だったんだけど、それでそういうショートコントみたいな感じをするんだよね。ほんと3分とか5分とかのショートコントで、もうね、すんごい面白い。あー、なんかさ、あの YMO の、うん、その当時のレコードがあるじゃん。うんうん、レコードの曲と曲の間にそういうコントが入ってなかった。あ、それがそうだよ。あ、それがそうなの。多分戦争はなんとかとかさ、急いで口で吸えとかさ。そう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 。なんかそんな感じ。知ってる？怪盗エディって言って、あのエディーって違うから、ここは警察じゃないよーって言ってね。三宅裕司とかさ。あ、それはまた SET って言ってね、スーパーエクス。あ、そう、 SET か。それは多分ね、スネークマンショーを真似したね。あ、そうなの。うん、もともとはスネークマンショーなんだ。の方が先だったと思うよ。三宅裕司も、まあ、劇団のねやつだったからね。ああああああ、あ、スネークマンションも劇団？あれは劇団っていう感じではないんでしょうけどね。そういうコントのユニットだったのかな。コント集団なのかな。うまさとはあのデスラー相当の声だったよね。そうだよね。ねえ、いい声だよね。ねえ、懐かしい。三宅裕司はヤングパラダイス、ヤンパラって言ってた。ヤングパラダイスっていうのを、うん、ラジオでずっとやってたんだよね、夜。ああ、そうなんだ。うん、で山口ないな。あ、そっか。夜ね、9時ぐらいからだか8時ぐらいからずっと
11時とか12時ぐらいまでだったのかな。へえ、聞いてないね、そのところの時間はね。そっか、だからお風呂入る時とかね、うん、あの聞きながらお風呂入ったから長風呂だったよね。え、聞きながら入るの？ラジオをかけてお風呂入ってた。え、お風呂につけるの？ラジオつけない。お風呂中に入れるの？ラジオ入れねえよ。ドアの向こうに置いて聞くの？そう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 。ああ、なるほどね。まだ今のマンションじゃなくて宝の時だからね、違うお風呂の携帯だったので、置いてラジオかけて、それで、うん、土管クイズっていうのがあってね、うん、1問から10問のクイズがあって、うん、簡単なクイズ、難しいクイズ、いろんなのがあるんだけど、で、うん、2箇所、1箇所に土管クイズ、ドカーンって爆発するのね。そんで数字を1問目いくって言うとクイズやって、2問目いくっつって、で、うん、3番目パスとか言うと、例えばそこがドカンだなっていう賭けをするわけよね。土管が10問の中でどこに入ってるかって、うん、で、それでパスして最後まで10問までいけばいいんだけど、うん、例えば1問目行くドカーンっつったらそこで終わりなの。え、そのドカーンで誰が決めるの？ドカーンのタイミング。まあそれはラジオ局だよね。ああもう最初にもう、うん、こうランダムに入れといて。そうそうそう。ああなるほどね。で10問目まで2回確かパスすることができて、例えば2問目とか8問目の時パスしといたんだけど、10問目ドカーンって散々やっといて、そこでドカンかみたいな。いきなり終わっちゃうみたいな。そうするとその賞金がもらえたりとかしてたんだよね。そう、それが何だっけ、その三宅裕司、中学、中学校の時、うん、その頃ラジオ聞かないよね、中学校の時ね。そんでその後は今度1時になると深夜放送のオールナイトニッポンみたいな。懐かしいね。それは聞いた？僕はね、トンネルズのオールナイトニッポンって聞いてた。トンネルズもやってたもんね。ねえ、だいぶ後だよ、だから僕ラジオ聞いてたの。とか、ジェットストリームって おしゃれだね。ジョー達也のジェットストリーム。うん。渋い声の。ジョー達也です。飛行機の感じのね、飛行機だから聞くようなね、ジャルのね、うん、なんか夜のとばりがなんとかなんとかみたいな、うん、うん、マロニエのみたいな。今これ私いつもと聞いたことある？あるよ、いつも聞いてた。それで今これ音声大丈夫かな、私いつものやつと違うやつ出た、ちょっと変えてみよう。聞こえるよ、こっち。本当大丈夫？うん、うんユーストリームの配信の時のね、音声がちょっと違うやつでやってたんでね。ああ、そうなんだ、うん、ジェットストリームを聞いて、その後、うん、日曜日とかだと外人さんのバリーホワイト。懐かしいね。かっこいいよね、人の声。わぁ、グイわわわわわだめ、ね、できない。なんだろう、 BGM だけども出してるよね、愛のテーマとかさ。愛のテーマってなんだ？じゃあこれ僕はこうね、口ずさんでも全然わかんないと思うけどね。バリーホワイト、テッ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 テみたいな。ちょっと検索してみていい？いいよ。バリーホワイトのね、愛のテーマ。モリスホワイトはなくなった。あ、バリーホワイトもなくなってるよね。まあそうだろうね。バリーマリローはどうだろう。どうだろう、懐かしいね。そういう皆さんもラジオとかお聞きになったことあるでしょうか。この過去を振り返りながら、あの時あれが嫌だったな、これが嫌だったな、これは楽しかったなっていう自分の経験を、対抗でした。キドがある、あるある、ジェットストリーム。本日はご乗車ありがとうございます。これが愛のテーマ。あ、それが愛のテーマっていうのか。そう。あ、懐かしいね。ね。私飛行機に乗るとジェットストリームが大体落語聞いてるけどね。ね。それを聞くと。こういう感じをね。
もう聞いたことあるよね、怖い球ね。あるよね。多分皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか、バリーホワイトね。バリーホワイト懐かしいね。モーリスホワイトも。モーリスホワイトいつだったっけ？去年だっけ？2年前だっけ？去年かな。なんかそのぐらいだね、亡くなったのね。アース、ウィンド、アンド、ファイア。そう、あのなんとか宇宙のファンタジーだっけ。テレレテレレテレレテテテテテレレテテテテテレレ。いいよね、懐かしいよね。懐かしいね、大好きだったな、ね、いつもあの隣、僕がちっちゃい頃あの社宅に住んでたんだけど、うん、隣が社宅だけど半分間で仕切って隣の家とは別れてるっていう感じだったので、隣の家が若い夫婦で、うん、いつもあの部屋って窓から、うん、そのうちのファンタジーとかさ流れてた当時のディスコサウンドが。ああ。うん、あのあとどういう、あこれかちっちゃい子流れてたのはとか、ね、I love you baby and it's a color light I need you baby to warm and lonely night I love you baby。 これ誰の曲だっけ。 Trust in me when I say、Boys Town and Gang っていうの。うん、誰かカバーしてたっけ。君の瞳に恋してるわ、いろんな人がカバーしてるよね。私もやってるもん。君の瞳に恋してるって曲、これ。そうそうそう。Can't take my eyes off of you っていう。You're just too good to be true っていう。Can't take my eyes off of you っていう。なんかね、懐かしいね。ねえ、ほんとそういう昔を思い浮かべるって、うん、今ちょっとホットな感じに私はなってるよね。あ、そう、うん、あ、そうなんだ。学生時代ね、そういう中学とか高校ってすごく本当に嫌だった思い出の方が先立ってきてたんだよね。あ、例えば仲間外れだったりとか、うん、友達と喧嘩してもう全然口聞かないとか、そういうこともあって学校嫌いっていうのがまず一番に染み込んでるけど、でも、うん、今いいところを思い出した、その音楽から入っていくと、うん、女の子とは仲良くなかったけど男の子と私そういう YMO だったりとかスネークマショーだったりとかですごい盛り上がったんだよねってことを思い出したよね。女の子ってちょっとネチネチするところとか、そのグループを輪を作ろうっていうところがあるけど、あー、そうかそうかそうか、男の子ってあんまりそういうのないじゃない。うん、うん、そうだね。なので、中学の時私は男らしかったんだよね、きっとね。中学の頃からだね、現在進行形なんだね。あれ今はもう卒業して女の子だわ。あ、ほんとそうだよね、28にもなればさ。そうよ、そうだよね、うん、一応自分のやっぱ女性であることを認めてあげないと。あ、そうだね、うん、具合悪くなるわけさ。そうだよね、おっしゃる通りでございますよ。そうよ、はい、髪を伸ばしてって言ったらおぎいさん。ゆきはなさん、おはようございます。おはようございます。おぎいさん、おはようございます。その時生きてましたが、80年代のことだよね。うん、ワンレンがよく分かりませんでした。私はずっと水前寺清子さんみたいなショートカットですって。え、水前寺清子さんみたいなショートカットで、どんな、それこそ刈り上げにはしてない。そうすかじゃないよね。あ、なんとなく分かる。うん、水前寺清子って今でもああいう髪型なのかな。あの人のロン毛見たことないもんね。ロングのイメージがないよね、水前寺清子ってね。ないよね、こうやってたら怖いよね。え、ずっと短い、そうだ、ずっと短いよね、なんかイメージがね。うん、そして着物を着てるっていうイメージとね。ああ、そうだよね。で、どっちかっていうとその着物帯も下の方で締めるっていうイメージ。あ、そうなの。ちょっと男結びっていう。あんまりよくわかんないけど、そっか、着物ってイメージがあると帯の位置までちょっとわかんないな。うん、あの、うん、やっぱ男性っぽくしてるよね。うん、お銀さんお会いしてみたいな。
銀さんね、マイクチェックもしてくれるしね。雪花さんも応援してみたいな。今日はチャットが静かだ。うん、そんな日もある。ね、皆さんの地方雪はどうだったでしょうか。そうですよね。すごい北海道結構すごく降ってたでしょ。昨日ネットで見ましたけど。うん、東京も。ね、雪かきでなんか男の子が亡くなってたりとかね、ちっちゃい子は。そうなの？あれまだ。1歳か2歳ぐらいの男の子が亡くなってたりとかね。うーん、雪かきで？なんかドサッと落ちてきたんだよね。ああ、北海道？北海道、北海道。ほんと屋根から滑り落ちてくるのってね。ねえ。わかんないもんね。やっぱり、重いんだろうね。雪かきで怪我する人多いじゃん。だって雪の重さで家が潰れるっていうぐらいだから、やっぱり出さってきたら相当な、相当だよね。重たいよね。うちも母の田舎が新潟の小千谷市っていうね、結構雪深いところって言われてるところなのね。なので、母がちっちゃい時は2階から出入りしてたんだよね。へえ。1階は開かないの？1階はドアのところ、玄関のドアのところ雪で埋もれてるから。はあ、あ、そう。うん、で、ドアの先のその道路のところは水が出てるから、ずっと水がなんか噴水みたいにして出してるから凍ってないんだけど、部屋の方は土の上になるともうね、雪積もっちゃうから2階から出入りしてた。え、2階から降りてもそんって行かないのかな。そこは滑り台みたいに作ってんじゃない。あ、そう、あのザッてこう道前出るまで、段差が、段差が徐々にね。ああ、なるほどね。うん、これ2階から降りた瞬間ドドドドってこうやって雪の中をこうやって行くわけじゃないんだよね。雪の中急にズボンみたいな。だってあの犬がさ、雪の中をグワッて入って、え、どこ行ったのってバッて顔出して、ああいう感じじゃないの。ああいう感じじゃないよみたいな。ああいう感じじゃないんだ。違うんだ。ちゃんと上をこう歩くんだ。そうそうそう。で、寒食っていうさ、あ、寒食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 、わかるよ。うん、下駄じゃないけど、あのね、水かきみたいなやつの。なんかあのちょっと面積の大きいあの蓋みたいな感じだね。そう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 。うん、わかる。それで踏み鳴らしていくから、うん。なるほどね。昔の田舎にはいっぱいそれがあったもんね、漢字聞いてるやつがね。うちはそんなに、瀬戸内海面してるからないけど、山間部に行くとやっぱり降ってたね。あ、結構、積もってはいなかったでしょ。あ、積もってたよ。積もってもいたんだ。おお、結構あの中国山地って、中国地方こうね、こう真ん中に大きな山脈があるから、そこを風が当たって、それから冷えた空気があの影響して雪がどっさり降ったりとかね。すごいね、どっさりっていう言葉を使うもんね。ね、そうだよね。もう今はじゃあ全然もう降ら、ほとんど降らなくなって、スノータイヤ今までつけてたけど、あ、かっちゃんも感じかな。ちゃんとそういうスタッドレス。あ、そう、スタッドレスね。スノータイヤとか。私は車を運転するあれではないので、あんまりわからないんだけど。そうだね、わかんないよね。でも今日東京もね、うちの下に駐車場があるんだけど、そこの駐車場の車、ボンネットの上とか凍ってたよね。凍ってる車いっぱい。そうなんだ。あれは凍ってる感だよねみたいな。皆さん、朝早くお出かけの方はね、足元アイスバーンになってたり凍ってたりとか、ちょっと滑りやすかったりとかね、そうかもしれない。お気をつけて。そうなんですね。じゃあ、北海道もそんなんです。東京もそんなんだから、他のところも結構降ってんだろうね。福島とか宮城とか秋田とか。そう、むしろそっちだよね。東京でそれだけなんだからと思ったんだよね。そう、この間ね、また大きい福島に地震があったりとかして、震度5、ね、あった。そうなの。その時もね、東京も私、あれ何時ぐらいだったかな、6時ぐらいだったかな、寝てる時、2日前、3日前、2日ぐらい前かな、
ゆるーく揺れてすごいなんかね長いわねみたいな感じで、うち9階だから結構揺れるんだよね。これだけ揺れてる、長い時間揺れてるってことは震源地はどこよっていう感じ。そうだよね、結構揺れるよね、あの、9階だよね。9階、そうか、こっちは全然やっぱり揺れなかったよね。なんかなかったっけ、あのスーパームーンがこの前あったでしょ。うん、その翌日になんか大地震が来るとか、あなんとかって来ねえよって思ってたけど来なかったよね。明日来るとか言ってなんか寝て、ネットに出てたけど、なんかそういう満月の時新月の時ってそういうことが起きやすいって言ってる人がいるっていう意識ないストレスにしとこうかな。なんか全然来るような気配ないなと思ってやっぱ心が、ね、うん、私もそこはそう思ってた。でもさ、あのこの間ねヒッキーとか統計取ってるちゃんと人がいて、うん、あの日本には来なかったけど日本の縮図と言われてるニュージーランドで大きい地震があったって言ってたね。ニュージーランドは日本の縮図って言われてるの？形がちょっと日本に似てるじゃん。世界の縮図がまず日本で、そのまたあれがニュージーランドで、そしてまたそれが淡路島って言ってたよ。はい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 、縮図にしなくなってる。そうか、ニュージーランドがそうなんだ、うん、日本のどこの位置なんだろうね。全部じゃない、日本ニュージーランドもこういう北海道があって本州があって、その話知ってたっけ。結構こういうね三日月みたいな形。あ、そうか、あそんな感じしてるね。うん、あ、僕勘違いじゃない、オーストラリアこうで、そうだね、ニュージーランドちょっと細長い。オーストラリアは四国みたいな感じじゃない。それ四国だよね。あれ絶対四国だよね。あれ四国だと。あったかいよね。ちょっと待ってね、ハレムさんおはようございます。そう、チャンネル2の場所が変わってて、これ今ね、コバシャールさんが今管理していただいているので、お伝えしてあります。で、チャンネル2の URL をさっき私貼ってたんだよね。そうですね、下の方に。うん。うん。これ、チャンネル2を貼っとくので、チャンネル2よかったらこちらで見ていただければと思います。はい、そうなんだよね、なんかそう、そうなんです、ゴロちゃんからも言われてるんだけど。まあちょっと沖縄旅行、家族でね旅行行ってるからね。あ、そうなんだ、家族で行くんだ。そう、すごい可愛いよ、もう娘たちがねすごい可愛くてね、コバシャールさん、もうコバシャールさんもロン毛だけど娘たちもロン毛なのね、まあフラッパーではないけど。そうなんだ。それでベッドのホテル泊まってるから、ベッドの上でヨガをしてるんだよね。子供を抱きかかえ、コバシャールさんが寝転がって足に子供を挟み、うん、その上で子供が座禅を組むという。背中を下にしてね、足を上にして、そこで空中っていうかで座禅を組むという、面白いヨガだな。よくわかんないけど、うん、なんかすごいね。うん、すごい。かわいかったですよ。リーさんおはようございます。はるむさん、ホームページに出ているチャンネルツアーゴロちゃん、うん、そうそうそう、今言ったよね。で、ユーストリームも繰り返してしまうのは私だけ？ユーストリームも繰り返してしまう？ユーストリームもずっとゴロちゃんなのかな？ユースト、あれなんか連絡網のスピ TV 連絡網のところになんか3秒間ぐらいプレイボタンを押すと3秒間ぐらいずっと繰り返しでっていうのをなんかさっき書いてあったね。ああ、なんか書いてあったね。それ何のこと言ってるのかよく分かんなかったんだけど、ハレムさん、そういう3秒ぐらいしたら一時停止するっていう、そういう現象でしょうか。全然分かんないね。うん、全然ね、ちょっとなんかまあでもチャンネル2とか1は埋め込んだだけだからね、本当はあのブログのなんだ、そういう素材をはめ込んでるだけだからね。うん、うん、そうだね。そういう変になるってことはないのかなと思ってるけど、ハレムさんが使ってる作ってくれてるミラーチャンネルというかね、スピ TV の方ではそういうこと起きてますか、どうでしょうか。どうなんでしょうね。ね、分かんないですけどね。そう、すごい大きい。これは違うとか、まあ、あんまり関係ないかな。うん。
大きく作ってくれてるから、うん、すごい見やすくてねいいんだよね、うん、そうだねすごいシンプルでねいいよね。ありがとうございます、うん、片岡さん繰り返しについてはいずれ武士さんが何とかするそうですよね。そうそう、はい、武士さんもだからね原因が分かんないっつってね、うん、私たちに問いかけをしていたんだけどみんなも分かんないって。でもなんでしょうね、なんか安定、うん、結局安定すれば治ってたっていうのもあるんだよね今までもね。ああそっか、うん、そう安定何かがシステムが更新したりとかして、うん、パソコンの方でとかユーストリームの会社でだったりとか、うん、そういうので更新してそれが、ちゃんと定着するというかそれとの噛み合いがうまくなると安定したりするんだけどね、うん、あかもしれないよね、うんうん、確かに確かに、まあ、それが更新したらまた調子が良くなったけどね、うんうん、そうだといいんだけどね。おぎんさん、うん、あ違う、なおひろさんおはようございます。おはようございます。おぎんさんこっちはユーストリーム繰り返してないですが鑑定団の時一時繰り返しがありました。またねそういうのあったら教えていただきたいと思います。ハッピーさんおはようございます。私も繰り返します。このホームページ上のことを言ってらっしゃるんだよね皆さんね。そうだね、うん、繰り返してない人もいるよっていうことだから、うん。はるむさんホームでも繰り返すになっていますね。繰り返すって1個の番組が終わってまた繰り返すのかその3秒で繰り返すのかどっちなんだろう。3秒じゃないの。3秒で繰り返しちゃうのか、うん、そうすると本当それはシステム的な問題だよね。そうだよね。でも今僕たちが見る限りは全然そうはないもんね。うん、録画に関してなのかもしれないね。うん、そうだね、うん、ちょっと私も見てみようと思います。なるほど、うん、そうだね、ちょっとわかんないね。ねえ、いろんな変換期ということでですね、そこで自分の感情をいやーってイライラするか、まあなるようになるさっていう気ままにどうぞってなるか、うん、そういうのを見るのも面白いよねっていう、まあ、自覚をしていくっていうところでね。ね、あ3秒ですねなんだ。うーん、3秒か。ユーストリーム、ユーストリームだよね。じゃあね、ユースト頑張れ。そう、本当はユーストを配信停止してしまって YouTube だけにしようかなと思うんだけど、 YouTube の配信ができない MC の方がいらっしゃるのでですね。あ、そうなんだそう、逆にユーストリームじゃないと見ないって人もいるかもね。まあ、ユーストは CM が入っちゃうからっていう人もいらっしゃる。ああ、そっかそっか、うん、だからまあ2つ一応用意しているんだけど、うん、うん、まあそのうちユーストがなくなるかなっていう、それに合わせて皆さん進化してみましょうみたいな、ね、Facebook のね動画配信。ああ Facebook もあるもんね。そうそうそう、そっちにね移行してもいいし。Facebook のブチさんと私ね、うん、山、まあ、静岡に行ってた時にやってたもんね。お、そうだよそうだ。あ、Facebook で、あ、Facebook だよね。うん。うん。うん、これなんか特別なこといるのかな。いや、あ、どうなんだ、ね。あれも無料放送だもんね。うん。ユーストリームは有料放送なんだよね。月いくらか払ってるんでね。それでそれがなるって困るよね。なるほどね。そっか。じゃあユーストは何だね。そろそろ何かもね。何かね。うん。あ、そうなんだ。じゃあ、Facebook と YouTube に変えるとね。そう。あ、でも Facebook の場合は1個のアカウントでやんなきゃいけないもんね。あ、そうなの。みんな共通のアカウントをスピティビーで持って、それでログインしてやらなきゃいけないじゃん。うん、あ、例えばその、Facebook でスピリチュアル TV っていうアカウントを取って、うん、そう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 、みんなで管理をして、うんうん、それだったらいけるよね。それだったらいけるよね。うん、
まあ自分のがログインログアウトするのがめんどくさいだけでね。あ、それ必要ないの？なんで？ログインログアウト必要ないの？だって自分の本来富田カノンでやってる Facebook があるでしょ。それをログアウトしてスピリチュアル TV でまたログインして。うん、必要ないの？なんで？その、Facebook ページっていうの、自分で例えばスピリチュアル TV ってあるでしょ。そこクリックして、あ、それでみんな、あの、一時ログアウトしなくてもいけるの。そういう技術ではないから。じゃあぜひ、提案してください。はい。スピ TV 連絡網とかに後ほど、あの、皆さんからこういうお声をいただきましたということで、はい、こういう方法はいかがですかっていうことでかっちゃんに提案してください。わかりました、うん、しましょう。説明ができないよ今。なんかちゃんと自分のログアウトしてまたスピーチャー TV っていう ID とかで入ってやんなきゃいけないかと思ってた。うん、全然。そうなんだ。大丈夫です。進化していきます世の中。はい、違うな。おさむしさん、ユーストリーム繰り返しはネットインラフによるものかもしれません。最近引っ越したのですが PC は同じなのにユーストリームが3秒間で同じところを繰り返しになってました。おー、ネットインラフって何？時差？あー、だからなんだろう、通信状況が悪いから何回も。え、そうなのかな、インフラなのかな。インフラ。世の中インフラ。ちなみに他のユーストは普通に見れます。うん、ハルムさん YouTube がいいですね。おかりさんおはようございます。うん、うーん、そうなんだね。インフラ、うん、インフラ。インフラが分からねえが。そうか、そんな現象がいっぱい起きてるんだね。うん、そうだよね。うん、ちょっと、ね、これは僕のせいじゃないもんね、今回は。うん、ね、よかったよかった、大丈夫。今度また俺って言われたらどうしようかなと、旅に出ようかなと思って。旅に出ます。また古い歌を持ち込んでしまった。知らないその曲。ええ8時ちょうどのあずさに号を出だよ。それか。あ、今私は旅に出ます、あなたの知らない、ラララララララ。カリウド、カリウドか。うん、はいはいはい、あずさ2号、あずさ2号で。あー、うん、古いね、そのちゃん。古いね。 YouTube なんか、しこまここまで匂ってくるよ。なんかもうショーワン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 って感じ。煙立ってる。そうそうそう、なんかね、いい感じのこう湯気っていうかね、新郷っぽいのが出てるよ。やだな、せっかく YouTube でね、進化してきますってのにね、足引っ張ってる。まだ対抗してるよね。昭和。いいんだよ、時間はどこにでも点在してるんだから。そうだよね。カップするだけだからね。そうそう、どこのあれを選んでるかだけだから、すべて OK でいいじゃないか。そう、前回とさ、うん、あの、人間ってあの自由にタイムトラベルしてるね。うん、ね、もう過去に行ったりとか未来に行ったりとかさ、うん、時間旅行のツアーはいかがって。古いなとか。知らない、その、その曲知らない。嘘。え、時間旅行のツアーはいかが、時間旅行のツアーはいかが。え、何、どこの民謡。 Candy, I love you, 目覚めてよ。え、ダイヤモンド。あら、知らないのかな、本気で知らないみたい。本当に知らない。え、原田パパイヤマンゴーだねとかじゃなくて。あ、似てる時代だよそこ。似てる時代なの。あれ、原田真嗣って知らない。え、原田真嗣。あ、花田真嗣はなんか知ってる。うん、花田真嗣。聞いたことないんだよね、曲。あ、そうか。もう、かわいいベビーフェイスの、弾き語りをする歌手が、男性の歌手がいる。すごい売れたんでしょ。売れた、売れた、売れた、売れた。ね。君たち9位。ロステンで売れたのじゃなくて、ロック、ポップ、そういう感じ？歌謡曲。でもちょっとニューヨークスタイルっぽい感じかな。
チャーも昔ね、アイドル雑誌みたいに出てたもんね。チャーってあのチャ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 スモーキー、そうそうそう、昔すごいイケメンでなんか出てたよね。チャーかっこいいんだよね。チャーセクシーだよね。チャー色気あるよね。うん、大好き。チャラじゃないよね。チャラじゃない。チャーね。加藤チャーじゃないもんね。チャーはチャーでちょっと違うもんね。うん、ギタリストでも本当にこの間ちょうど YouTube 見たばっかでね、二十歳にしてこの曲を作って演奏するのかって言ってびっくりしてたよね。そうだよね。チャー見てみたいんだよね。なかなかタイミングがなくて。え、帽子外したところ？あ、違う。え？帽子外したところ？チャーはいつも帽子をかぶっているので、うん、そしてロン毛なんだよね。おう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 、帽子取ったらどうなるのかなって、ね、あるのかな、ないのかなって思って。取ったらドザイモンみたいだったら嫌だよね。ドザイモンが分かんないけど、ドザイモンじゃないでしょ。落ち武者じゃない、どっちかって。落ち武者か、落ち武者だよ。殺してどうする？ドザイモンは水死体だよ。そうだよ。あのチャーはね、3.11 の後に日比谷の野外音楽堂、日比谷の野音っていうところだね、うん、そこでね、うん、コンサート見に行きましたよ。しかもね、すんごい台風の時。あ、そうなんだ。まあ夏だったのかな。うん、うん、でも雨に濡れたらいけないよって、雨に濡れたら放射能がね体につくからいけないよって、うん、すごく怖がってた時期があったんだよね。はいはいはい。がしかし関係ないよねって、楽しんじゃうわ、大丈夫だよとかいう感じでね、もうすごい嵐吹き荒れる風ビュービュー大雨ザーザーの中、うん、もう最初カッパ着てたりとか傘持ってたりとかしてたんだけど、うん、無理って言ってどうぞみたいな、こっちのそのパワーの方が大丈夫、そのパワーの方が強いとか偉いとかじゃなくて、うん、だからあっちに勝てるとかいう意識じゃなくて、これでいいのよみたいな。あの時のみんなの集合意識、うん、観客満席でもちろん。ああ、そうなんだ。ダーってもうね、それでその雷とかも鳴ってるんだけど、うん、雷がそのなんか曲のね、あれに合わすんだよね。おお、何この演出っていう感じ。ほう、あれは忘れられない。へえ、チャーいいな、行ってみたいな。チャーかっこいいよ。いいね、いいね。かちゃんもどう、ロン毛。え、かちゃんもロン毛どう。僕ね、肩まで伸ばしてたんだよね、前はね。あー、そっか。そう、肩まで伸ばしてたね、旅してた時は。どうだ。アフリカ回ってた時は、向こうの人ってチリチリが多いでしょ、うん、もう通るたびに後ろから同じところを触ってすいいわーみたいな感じで成長リーディングきれいきれいとか言ってさ、 あちらの方がさ、そういうチリチリなのはさ、焼くの、はい、焼くんだっけ。焼く、うん、なんか火でポショ、なんか火でマッチみたいなので焼くみたいなのの、焼いて切るみたいなの見たことあるよね。ああ、ちょっとわかんないけどね。ああ、大体同じ人はエクステンしてんだよね、つけ毛。ああ、へえ、おしゃれだね。つけてこういう、なんだろう、こうなんだろう、いろんな髪型がね、こう、うん、こうトグロ巻いたような髪型したりとか、こういうロン毛にしたりとか。あれはエクステなんだ。そう、エクステ。素晴らしいね。おしゃれだよね。普通に伸ばしたら本当にこう。モーリス・ホワイトみたいになるんじゃないの、こういう、こういう。ボンバーヘッ。そう。で、よくね、アフリカもそうだけど、中東のあたりから、クリンとした人の、あの、髪が多いじゃない、髪質が。うん、だから、この、普通、日本だったら、ボールペンがでしょ。まあ、最近はしないけど。I have a pen! こう、I have a pen! I have a pen! じゃん。インドバージョン、インドバージョン。アポーペーンってじゃなくて、あのおじさんとかこういうふうにやってたよ。うんうん、八百屋のおじさんとか。そう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 。で、向こうの人はね、髪に刺すんだよね。かんざし、かんざしじゃないな、グザッと言ってね。かんざしか。こっからペンが出てたりとかさ。えって言ったら、え、髪の毛は物置なの。あ、ペンだみたいな感
チで泣いてしまって。すごいね。何？髪の毛は物置。あの、メガネさしたり。ねえ。ボールペンさしたり。スプーンは刺さないか。よかった。だいたいボールペンとかね。包丁刺したり。うん、だから、この人は、ね、その特にアフリカの人はビヨーンってこう伸びちゃうし、うんね、すごいね、重力ないのか、下じゃなくて上に 下行かないね。で、あのいろんなところにストリートファイターっていうか散髪屋さんがあって、へ、ストリートバーバー、ストリートバーバー、あのハサミがね、あの包帯用のハサミなんだよね、ごっついでかいのね、でっかいのジャキンジャキンってか、それで切ってくれるんだけど、僕は行かなかったかな、ちょっと怖くて、勇気がなくて。何でも切れそうだもん、ね、ベニヤ板があってからさ、うん、ベニヤ板にいろんな髪型書いてるの、手でね、はい、こういうの、なんだろう、ツートンすが、なんかこう、反り込みエグザイルみたいな、こういうのエグザイル、ストリートってなんだろう、入れたりとかさ、うんうんうん、いろんな髪型があるんだけど、ニューヨークスタイルとかさ、へ、なんとかスタイルって書いてあるね。どこがニューヨークなんかなとか思いながら。大丈夫？アフリカでこういうなんかちょんまげの人が出てくる、ジャパニーズスタイルみたいな。なんかあったけどね。まあ大体同じ人はそういうエクステをつけて、こういう髪型っていうのは。おしゃれだね。まあ、なおかつこういうなんだろう、スカーフじゃない、こう頭に巻いてね。あ、うん。あの YouTube で見たことある、ああいうのしてすごくおしゃれな向こうの人って。そうだよね、うん、まあありがとうございます。そう、オカリンさん、狩人さくらさん、おはようございます。先日はお誕生日おめでとうございました。おめでとうございました。うん、私がテディさんが14日で、私が15日で、さとらさんが16日という、お、うん、素敵なお兄様たちに囲まれたバースデーっていう、ね、オセロだったらね、ひっくり返ってるよね。私もおじさんになる。そう、あ、やっぱりやっぱりやっぱりじゃねえ。ハレムさん、ありがとうございますね、URL、はい、そうするとチャットもあってね、うん、そう、エコルさんでもね、改め、ですよね、ハレムさんが、うん、ハレムさんが今 URL 貼っていただいたのがチャンネル2とチャットをねやってくださったんですよ。もしなんか、広告とかで見にくい方はハレムさんの URL 飛んで見られるといいかなと思います。はい、ありがとうございますね。こうやって技術がある人っていいよね。ねえ、ほん回転が早いよね。ね、私回転休業中みたいな感じですね。この間さ、私、はい、タニヨックルさんのね、朗読会に行って、その時、うん、アメージンググレースを歌わせていただいたんですよ。はいはい、その時にね、うん、一緒に歌ってる人がいたの。おで、私ちょっとゴスペルチックにそのピアノ弾いてくださった、うん、鬼塚さんって方も、うん、ゴスペルとかいろんなジャンルを弾きこなす方なので、じゃあゴスペルでやろうっていう感じでやっていただいたら、最初ってすごい Amazing Grace House with a Sound っていうそういうメロディーなんだけど、ルバートって言ってリズムやテンポを変えて音程も変えて好きなように歌うっていうルバート唱法っていうのがあるのね。でそれをやったわけですよ、最初に Amen Amazing Grace とか、うんうんうん、How sweet the sound とか、そういう例えばね、音を変えて歌ったりしたんだけど、うん、その音を変えてるのについてくる人がいるのね。普通のメロディーだったらメロディー知ってるから一緒に歌いましょうっていうことはできるけど、うん、このルバートをやってる時に音を合わせられるって何とか思って、でその人最初から最後までずっと私と共に歌ってたのね。その人は観客？うん、お客様で。お客様で、おう。で、見てらした方なんだけど、で、うん、終わった後にね、うん、なんか本当に、ずっと歌っちゃってごめんなさいね、邪魔してごめんなさいね、全然そんなことない、一緒に歌ってくれて私は嬉しかったし、翼をくださいもみんなで歌おうって歌ってもらったから、嬉しかったですよって言ったら、うん、もうあれ、
口から勝手に出てきちゃって、カノンちゃんがアフリカの魂がすごい出てるから、おそのアフリカの魂の影響で、うん、その人チャネラーさんですごいチャネラーなの、もう合わせる合わせないとかしなくてももう、心の中の声が読めちゃう。だから子供の時からあの人あの人口で言ってることと心で言ってること全然違うとか言ってお母さんに言ってシッって言われたっていうねそうなんだ、うん、昔サトラーじゃなくてなんだっけ、サトリアだかなんだか、サトラレか、うんうん、それがあったけど本当その状態の方でね。だから、私が歌おうと思って歌ってんじゃなくて、カノンちゃんのソロに反応して一緒に歌っちゃってるアフリカの魂なんだよとか言われて、私アフリカ人ですっていう。はあ、へえ。だからそうなんだ、すごいね、うん、ちゃんとチャネリングしてついてくるっていうかね。同じ、ここは私も面白いからさ、わざとさまた難しいメロディーを作ろうとするわけよ、意地悪で言うよね、うんうん、どうなるんだろうと思ってちょっと面白くてさうん、それでもねついてきてたもんね。あ、すごいね、うん、で彼女曰く、私は本当は歌音痴で子供たちにもお母さん歌わないでって言われてるのよ、だから本当は歌わないんだけど、カノンちゃんに共鳴しちゃって、うん、アフリカ人になっちゃったのよ、アフリカ人ってなんだよみたいな、カノンちゃんアフリカ人だったの曲がねそういう鎮魂歌っていうかね、だからまあね、ゴスペル発祥っつったらねそっちになるかもしれないしね、ワタツミの歌だったりとかそういうのあるしね。へえ。かっちゃんがアフリカの太鼓でしょ。あ、僕ですか。うん、うん、僕ちゃんアフリカの太鼓ですよ僕ちゃん言うな僕だよ、僕がアフリカの太鼓だよ、ね、そういうかっちゃんもアフリカの太鼓でいつもブレインブートダンスやってくれたりとかしてるから、私はきっと大喜びなんだよね、魂が。ああ、そっか、うん、そうだよね。で、かっちゃんが持って帰んないものだからうちにずっとあるんで嬉しいんだよね申し訳ございません。いやいやいや、そのまま置いといて私のものと思ってるんでもう大丈夫。そうだね。まあ、うん、うん、まあね。まあね、そう大丈夫。かちゃんちはね、なんか6個ぐらいあるんだよね。そうなんですよ。いっぱいあるんですよね。ゴロ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 。で、全部さすが叩くことはないんだけど、本当一番大きいのは、ね、前もちらっと見せたかもしれないけど、腰よりちょっと低いぐらいの高さで、うん、丸太を本当に削った太鼓があるんですけど、それを持ち歩きたいんですけど、ものすごく重たくて本当に歩くのにこう肩にこうやって歩かないと重いのすごいよね。今うちに置いてあるやつだって小さいサイズだよっつったって結構重たいんだからね。そう、重たいの。あれも、まあ、あれもね、丸太を削ってるからね、あれもね、うん、言うても、うん、彫刻が周りにしてあってすごい綺麗なんでね。そうそうそう、かちゃんもアフリカ人、私もアフリカ人なんつうんだっけ、おはようとか挨拶、うん、ボンゴじゃなくて、あ、ジャンボジャンボハバリ、ジャンボか、ジャンボハバリババリで、その返しがジャンボムズリっていうね、ジャンボムズリこれはスワヒリ語だけど、僕がね、太鼓を習ってきたところはヨルバっていう言葉があってね、うん、ヨルバ族っていう人たちからの、うん、まあなんだろうな、ブードゥー教の元になったところエリアがあって、うん、そこはエカーさんっていうんだよね。お母さんじゃないエカーさんエカーさんエカーさん、それが、こんにちはかな、こんばんは、エカーローっていう、エカーロ エカーロー、もう忘れちゃったね、もうそれしか覚えてないね。でも今のその響きを聞いてなんか嬉しかったり懐かしかったり、なんかね、そのおはようじゃないんだけどエカーロって聞いてはっってなる人とかもね、いるかもね、なんかね、なんかこの辺でわさわさと喜んでる私がいるみたいなとかさ、ずっと前のテレビでここが変だよ日本人っていう番組があったら覚えてる？うん、あったね。その中でベナン出身の人で、ゾマホンって人がいた。あ、ゾマホンいたね。うん、僕はずっと前ゾマホンを山口に呼んで講演会を企画したことがあったよね。
かっちゃんが企画者でゾマホンを読んだお寺に来てお寺であの話してもらおうと思ってお寺でゾマさんじゃないゾマホンを読んだそう読んだ、うん、でその時にみんなにあの来られた方にアンケート聞きたいことを書いてもらって、うん、紙にね、うん、でそれをざるに入れて、うん、こういっぱいいいじゃんあるじゃんそのアンケートとか質問事項ゾマホンに聞いてみたいことアフリカのこととかでゾマホンがそれを選んで答えるってなんだけど、うん、もう時間ないのにゾマホンで、ね、全部答えちゃってすごい時間をかなりオーバーしちゃったんだけど、まあ、僕的には嬉しかったんだけどねでその時にあゾマホンを呼ぶ きっかけになった違うところがあってそこ行った時にゾマホンと握手した人って言ってはいって言って僕手を挙げてでその時僕あのナイジェリアの服を着て行ったのどんな服だろうちょっと派手派手な服あったんだけど次回はその場所で、うん、でゾマホンがあーって言うんだよねあーって言って、うんまあ、それ知ってるみたいなその服知ってるみたいなで上がった時に、うん、エクアジジョーって言ったのエクアジジョーって言ったらものすごい感動して、うん、なんでその言葉知ってるのって言ったらあの僕アフリカに行ってたんですって言って彼もそのヨルバ族じゃないけど同じヨルバ語を喋る人だよ、うん、でエクアジジョーっていうのはものすごく久しぶりになった時に交わす言葉なのへえ。いやいやいやみたいな初対面だったんだよねエクアジジョーって言ったらすっごく喜んでくれてうわーゾマホンゾマホン懐かしいよね懐かしいねすごい嬉しいだろうねまたそんな衣装で出迎えられたらねねえ次回のじゃあスピティービーの時はかっちゃんそれで出ますそれでねなんか似合いそうだよねねえそうなんだよゾマホンの黒さはまた茶色系の黒じゃなくて黒系の黒だもんねあーああれあねいやまだ赤い方あれは。あのねスーダンとかさ、うん、ああなるほどあっちの方行ったら本当にカノンちゃんが言う真っ黒真っ黒赤褐色から真っ黒なね本当に何だろう竹炭わかる、うん、竹炭の色すごいね青に近い黒ってあるかなうん、わかるわかる、なんかもうもう本当に炭の色だよね、竹炭とかさ、そういう本当に肌の色がそうだからうん初めてこういう感じの黒っていうかねまあね感じがまあねうん、うん、どっちかって言えばね、ちょっと違うけど、ね、まあそれほど真っ黒、炭の色っていう感じだねねえ、ほんと地球って面白いよねねえちっちゃいような同じアフリカでもやっぱりその肌の色の具合が違うね、うん、だからそのスーダンのあたりだったら本当に漆黒っていうぐらい漆黒っていう字がこの人たちのためなんだっていうぐらいの感じなんだけどちょっと下に下がると、エチオピアとかエリトリアっていう国に行くと、うん、今度はねえーと朝黒い、うん、に日本人もちょっと焼けたんじゃないって人がじゃん、ものすごく日焼けしすぎじゃんって人がいいじゃん日焼けしすぎじゃん、あ、かっちゃんもね、夏だ、うちのお父さんかああいう感じの人の肌がエチオピアとかエリトリアの人なんねうーんでね、目鼻立ちがくっきりしてそんなに黒くないからあ、アフリカの中ではねで、女の人もめちゃくちゃ綺麗なうーんエチオピアで検索して画像で調べると出てくるうんうん、なるほどねものすごく綺麗なエチオピアカレーって美味しいよモデル級の人たちが普通にゴロゴロいって感じああもう顔の大きさが違うよね顔すっごくちっちゃい、うんうんうん、まあアフリカの人大体ちっちゃいんだけど、うん、で今度はこうね西アフリカとかそっち行ったら今度は茶褐色の人が増えてきて、うん、でセネガルってあるでしょ、うん、セネガルになったら今度は手足がすごく長いの手が長いうん足も長い足も長いし手足が長くてその小バシャールさんの子供の映像を見た時長いなと思った手足が、うん、で細いの細長いのおおおおすごいなんかもうね別の次元のものだなとそうなんだねうんやっぱもうあの DNA の本数違うだろうなっていうね細胞間
細胞がみんな違うだろうなっていうね。そんなに手足がないんだ。もう後で、Facebook でね、コムサールさんのところで、見ると分かりますよ。動画が、動画配信されてるので、ぜひ見てください。チャプターが増えてるよ。サトラさん、チャーはもう61歳になったかな。天才ギタリスト、で、サトラさんもご存知でさすがでございます。エレキギターの神様って言われてた人で、寺内武さんって人がいましたね。77歳の高齢、寺内さんはね、確か私見たことある。もうそれこそグループサウンドの時だよね。ブルーコメッツ、寺内武&ブルーコメッツだっけ。あの雄三加山とかと同じ感じの人たちかな。そうなんだよ。あのなんだよ、プレスリーとかロカビリーとかそういう感じの曲。ロカビリーってなっちゃうともっとロックっぽくなっちゃうけど、寺内だから、あのこうやってビ、あのなんだっけ、ベンチャーズとかそっち。ああ、ベンチャー、あ、そうベンチャーズ、ベンチャーズ、テケテケサウンドですね。今でもほら私はそういうのバンドやってるからさ。テケテケサウンド、で、サトラさん、オフ会に来る人のお孫さんで不思議な感覚があるみたいな小学生なんですよ。部屋の壁からや道路からタンスからなどいろんなものに自分の目がついていて周りの世界が見れてしまうらしい。自分の壁とか、道路タンスになってしまう、同化してしまうのかな。ああ、あのだからヒッキーとか私たちがあのね、タブレット、なんだ、モリンガ、モリンガマルンガイ、はい、を食べているんだけど、それの説明をして全国を回ってる人がいるんですけど、その人も、まあ鏡のワークとかやると360度見えたりとかするっていうのがあって、あとこの間ね、ちょっとお話かって言ってた時にね、自分の目を耳でいろんなものが聞こえるって、もう本当そこに、ここにいていろんな音を聞くんではなく、自分の目や耳をその場所に移動させるって言ってた。リモートビューイングってやつ？あ、リモートビューイングって言葉は使ってないけども、あの例えばあの人が今どういうことを喋ってるのか知りたいっていう時は、その人の前にいる人のところに目線を、目を持っていくと、目や耳を持っていく、意識を持っていくと、そこの会話が分かるとか。あ、なるほどねって言って一緒にいたジュリちゃんと、じゃあ私たちはあの人の肩の上乗っかってみようとか言ってやってたんだけどね。目玉親父かみたいな。そうだよ。ちょっとそれはまだね、修行不足だったけどね。でも修行しなきゃいけないと思ってんのがブロックなので、本来はそういう意識できてたわけだから、むしろそういう概念を取り外していけばそういうのできるねって言ってるけどねっていう。そうだ、だからそのできるかもしれないね、お孫さんももしかしたらね。どんなものからでも自分の目がついていて見られるらしいですね。小学生の低学年のお孫さんらしいです。多分ヒッキーもそういうね、精神年齢じゃないや。私、面白いおじさんで、多分そういうことです。だからみんな私っていう、そこのみんな私っていうのと一緒なのか、すべては、そういうことなのかなって思う。面白いですね。どこに目を持ってきたい？どこに目？あー、どこだろう？太陽。太陽？太陽に目持ってきたい。太陽を持ってくとどうなの？目玉焼きになっちゃいそうだね。わお。太陽に目を持ってたら焼けちゃうよ。でも太陽ってほら本当は20何度しかないって言ったりするじゃん。あー、なんかね、なんか言ってた、38度だっけ？20何度だっけ？30度だっけ？低い温度だよね。24度とか27度って聞いた気がするけど。マックとか焼けないよね。温泉卵ぐらいなのかな？温泉卵ぐらいなのかな？温泉卵なんでね。サナさん、おはようございます。
ありがとうございます。里田さん、私もモリンガ毎日食べてます。イエーイ。ね、モリンガって奇跡の植物って言われてるから、すごく体にいいですね。ただ添加物がないやつ、私たちそういうの食べてますんで、もし興味がある方、ご連絡ください、私たちに、ね。はい、それから、里田さん、僕も昨日の晩もパックしましたからね。いいね、緑星人顔に塗りまくるという。あの、私は夏なんかさ、蚊に食われた時とかモリンガ塗っとくとすぐ痒くなくなるんだよね。虫刺された時が一番嬉しかった。あ、そうなんだ。あ、そう、うちの父にね、これ食べさせてるんですよ、これね、うん、あ、これですね、食べさせてるんですけど、うん、あの前はイライラすごくしてたんですよ、うん、あの 腰が曲がってあまり動かないから、うん、で前は、ね、自由に動けたけど今腰、ね、全然腰が曲がって動けないし、なんかこう自由に動かなくなってから余計こうイライラしてたんですけどね、うん、まあ、それに加えて多分ものすごく甘いものが好きなんですよ。あ、そうなんだ。あんことか、コーヒーって言ってたってあのインスタントなんですよ。それに砂糖大さじ3杯入れて飲むぐらいの、それにアンパン食べながらみたいな感じ。だから白砂糖をあまりたくさん取ると切れやすくなるっていうでしょ。うん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 、うん、まあそれもあるのかもしれないけど、でまあ食べさせてどのぐらいかな、半年ぐらいになるかな、今もう全然今切れなくなりましたね。切れてない。切れてないよ。ね、白砂糖って本当、今母が読んでる本の中にも書いてあったっつって喜んでたけど、なんとかがやってなんとかないっていう、あんまり大きい声じゃ言えないよね。いっぱい害があるって。ああ、まあね、うん、だから私もうちも食べないで、今母が本読んでるのがそういう食事とか目を向けるようになったんだよね。だから砂糖とかも白い砂糖は使わないって。そうだね、うん、僕本当、まあ砂糖もそうなんだけど、うん、ラーメンとかもう食べなくなったね、うん、ほとんどね。あー、ラーメン好きなんだよな。小麦粉だね。ん、小麦粉だ。あんまり、グルテンフリーってやつ、うん、そうそうそう、グルテンフリーっていうかね、うん、ピザもあんまり食べないし。ピザ、ピザ、あ、ピザは小麦粉でしょ。ピザ食べないね。そうだね、欲しくな、前ほど欲しくなくなった感じですかね。じゃあうどんよりそばがいい感じ。うどんよりそばだね。そば粉の方全く食べないわけじゃなくて、うん、あの意識しなくてもどんどん小麦粉を使ってるものたくさんあるでしょ、まあ、クッキーもそうだし、うん、天ぷらもそうだし、うん、意外と小麦粉を取ってる。天ぷら米粉に変えればいいんだよね。ん、天ぷらなんか揚げると米粉を使ってうちは揚げてる。お、何それ。米粉を、米粉で揚げんの？うん、米粉のパンとか米粉を結構ね使うようになってるね。へー、売ってるの普通に米粉。売ってる売ってる売ってる。嘘。うんうん。あ、揚げよう。揚げよう。天ぷら揚げよう。あ、そうなん。いいね。かっちゃんなんかさ、例えば米粉とさ、アーモンド、スライスしたアーモンドとかでさ揚げたら美味しいよね。あ、いいね。そこに冷たい泡の出るものがあったらもう。はい、またか。またそれか。父さん、あれだけ控えろって言ったのに。それは別でお願い。コッピーじゃないだよね。コッピーじゃない。カッピーでもコッピーでもないけどね。うん、そういうのとか、あと梅干しを焼いて食べるとかね、なんかそういう本当昔ながらのものに戻ってる。梅干しを焼くの？梅干し焼いて、梅干し焼くと美味しいんだよ。え、梅干しの黒焼きとかなんとかいうの？じゃあそんなんじゃなくて、まあちょっと火を通す、それでなんかお茶の中に入れて、ね、そこにちょっと焼酎が入ると。焼酎入れる。またそっちに行ってしまった。あの今うちの母がね、若杉智子さんっていうのかな、友達の友に智子なのか優子なのか、そのおばあさんなんだけど、結構若杉ばあちゃんの、そう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 、うん、その人のね本を読むのが好きで、私一冊買って、私は読まないんだけど積んどくだからね。で、うん、母に渡したんだよね。そしたら、うん、もうにすごい面白くて2回読んじゃったわって言うから、うん、じゃあ昨日アマゾンでまた
3冊ぐらい買って、うん、プレゼントしたわけじゃないけどね別にね、あこういうんだったら面白いわねとか言って、やっぱりあんたが言ってることが書いてあるわとかね、うん、砂糖のことだったりとか卵や牛肉とか、うん、牛乳とかそういうもののこととかも書いてあったから、ちょっと納得したみたいで、もう余計富田家健康になっちゃうかもしれないね、ここからね。そうだね、結構ね、おばあちゃん、結構おばあちゃんだよね。うん、おばあちゃんだよね。今、うん、これを食べれば医者はいらないとか、うん、そういう本を書いていらっしゃってですね。ちょっとこういう今、ね、私がこの方ですよね。そうですね、若すぎばちゃん。あ、新しい本なんですね。うん、うん、なんかなんだっけな、がん、旦那さんががんで余命何ヶ月だか言われたところ、何年生かすことができたって言って、でその医者じゃなくて自分のそういう食べ物から来るものとか、うん、そういうので自分の経験で、うん、本を書いてくださってるんだから、もう実際のことなんだよね。あの江戸時代に、うん、水野南北って人がいたんですけど、うん、水野南北さん、東西南北の南北って書く人なんですけど、その人が乾燥学、人相、うん、乾燥学を作った人、うん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 、で彼が昔貧しくて、で、うん、ちょっといろいろやって監獄に入れられた時に、うん、監獄にどういう人がいるんだろうって観察したらしいの、うん、だからあのね、特徴が分かってきたの、どういう人が悪いかとか、どういう人があの悪い人生があるの、どういう人が病気になるかって分かってきたらしいの。へえ、口の上にほくろがあったり口の下に違う、そう全部分かってきたで、いろいろ修行してお坊さんになったりとかしたんだけど、うん、結局最終的に気づいたのは顔の層があるでしょ、うん、まあ、顔の層で見るんだけど、これは食で変わる。ああ、そうだろうね、やっぱ自分の人生が顔に出ると思うもんね。うん、食で人生を良くすることが、食で運を良くすることができるって言った最初の人、へえ。ちゃんと本にして出した人が南北さん、水野南北っていう人。うーん、かっちゃんはどういう層なの？え？かっちゃんはどういう人相なの？あ、僕本持ってるけど、それはあくまでも食の本で、そのこういう顔がこうっていうのは載ってなかったよね。犯罪者の顔ってどういうタイプなんだろうね。ああ、そこまではね、その本には書いてなかった。かちゃんみたいに眉間に深いシワが寄ってる人？そう。なんか、わかる？これ、わかんない。3ミリぐらいこう、ちょっとこう、くぼんでるとかね。こういう、ゴルゴ的な感じの溝がない。ない。トゥルンってしてるよね、トゥルンってしてる。この間ね、あの東京に来た時は思いっきりおでこ見てあげたけど全くなかった。全くないよね、ごめんなさいね。ねえ、面白い男でございます。そう、本当ね、その本面白いよね、私は読んでないけど。ああ、ね、ね、そう、読まないよね。読まないからね。サトラさんはお目目を女風呂に持ってきたいっていう。ドラえもんのび太かっていうね。うん、サナさん、サトラさん面白い、面白いよね、うん、じゃあサナさんも男風呂って言ってみるかっていう。男風呂、男風呂を覗いてみる。お目目を男風呂に置いてみるっつうね、うん、サトラさん、発芽玄米粉を粉砕してお好み焼きのベースに使ったりする。おー、今私も玄米を買ってね、で炊飯器を買ってね、2合炊きまでの炊飯器、ちっちゃいやつを買ってね、うん、自分用の玄米を炊いて食べてる。あ、そう、うん、え、自分だけ食べたの？うん、ママとかもあのおにぎりにしとくと食べたりするけど、やっぱり父は白いご飯の方が好きなので、うん、うん、でずっと噛んだりとかしてる、噛んだり噛んで食べてね、自分は自分に、ね、自分は自分にっていうか、別にあの炊飯器を買って、うん、うん、そしたら美味しいなと思ってるけど、それ、そっか、ミルにかければいいのか、ミルにかけて、うん、粉砕して、それでそういうあれにすればいいのか、
小麦粉代わりに使えばいいのか。ああそうだね。ああそうかそうかそうか。あそれはわざわざ米粉を買わなくてもちょっとなんか粒が残った感じがまた歯ごたえいいねみたいになるから。そうそうだよね。うん。それはいいよね。粉砕するんだね。米粉を粉砕するの？米粉じゃなくて玄米を粉砕すれば粉になるじゃない。うん、だって発が玄米粉って書いてある。あ、もともとの玄米粉か。おじゃあさらにか、最初からじゃなくてね。うん。ああ、じゃあ米発が玄米粉っていうのが売ってるんだ。かな？うん、ちょっとわからないですよね。皆さん今日はスーパーに。まあ、お好み焼き食べたら美味しいかもね。美味しいだろうね。まあ家で作ることないけどね、お好み焼きはね。あるよ。あんたは面白い人だね。さつま揚げは作るのにお好み焼き作んないのかい？めんどくさいじゃん。どっちがめんどくさいと思うよ。さつま揚げかな。この男さつま揚げ作りますからね。自分でなんとかっつう魚買ってきて、使い方が分かんなかったから本あのクックパッド見たらさつま揚げにするんだよみたいなね。エソだよ、エソ。あ、エソっていう魚か。すごいよね。あのさつま揚げを作る男は国産ぐらいしか見たことないと思ったら。作っちゃいました。お好み焼きを作ってないって面白いね。面倒くさいなってね。さつまさん、モリンガは有機栽培のパウダーを飲んでますが、市販されている青汁より癖がなくて飲みやすいですね。ねえ、本当ですよね。うん、私もなんか昔はなんとかの青汁を飲んでたんだけど、それにで母と、ね、飲んでたんだけど、それがやっぱり保存料とかなんだ、添加物とか結局入ってたりとかするので、ああそうだね。それで私たちが食べてるモリンガに出会って、それは一切保存料とか入ってない、凝固剤とかも入ってないから、うん、それを私たちは飲んでますね。サトラさん、若すぎばあちゃん参考になりますね。あ、やっぱりサトラさんってすごい物知りだよね。今度また12月ぐらいスピ TV 朝出てください。今日サトラさん金曜日いるんだね。お仕事じゃないんだね。お、呼吸も大事ですね。呼吸の仕方でも人生変わってしまうぐらいです。うん、へー、そうだよね。やっぱ浅い呼吸の人は焦ってる感じっていうか、気が短いっていうか、やっぱ落ち着いてない。あ、そうだね。うんうんうん、小動物みたいになっちゃうかもしれないね。あー、だってあの一生の中でこれ心臓か、心臓打つ回数で決まってるってなんか言うじゃん。かっちゃん遅そうだもんね、脈拍すんごい遅いよ。あ、そもそもね、男の人と女の人は 脈拍数が違って、男の人が少ないんだよね。あ、そうなんだ。女の人は高い回数、僕がいくらだったっけ、いくらだったっけ、1分間に56回とかそんぐらいだよね。うわ、私なんか70、80あるよ。あ、うん、だからこの人は普通なの、それぐらい。いや、うん、私は脈を打つ数って一緒とかやってね、聞いたことあったから、あ、早く死ぬんだな、美人100名と思ってたもんね。でも女の人の方が長生きよね。そうやね。あ、僕心拍数51だ。51とか57とか。そんな遅いんだ。53、もうそうだね。59。やっぱマラソンした方がいいんじゃない？早く死ねって。違う違う違う、マラソン選手ってすごい脈拍低いんだよ。そうなの？30いくつとか40いくつなんだよ。へえ、うん、あ、そう。私の友達がいたもんね。へえ、大丈夫なのかな。大丈夫なんだよ。それでも十分体中に酸素を運んでくれるってことだよね。うん、で有酸素運動をしてるからいいんじゃないかな。なるほどね。さあ、1分間、今これがカウント60、聞こえますか？これより脈が速いか遅いかっていう。ああ、僕遅いんだよね。ガゼン速いけどね、私なんか。3連符打ってる感じがするもん、この中で。なんかあのスズメバチとかすごいよね、ドク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 って感じだよね。スズメバチの脈は測ったことないぞ。本当。どうやって測ったの？すごく遅いんだよね。え？象が象遅いのか。10回、10何回とかだっけ？確か。
ゾウはね、お医者さんがこう測ってくれそうな、獣医さんが測ってくれそうだけど、ミツバチの脈をどうやって測ったんだろう。ミツ、ハチドリ。ハチドリか。あ、ハチドリか。あ、鳥か。そっちだったらまだ測れ、今ハチを測ってるとこは想像。ハチドリでした。あの地上絵のやつね。そうなるほど。ミツバチがこう長く。ゆっくりとね、呼吸をじゃあぜひ意識して。腹式呼吸でいきたいと思います。私なんか歌をやってるから、歌ってるときはゆっくりなんだよね。ああそうだね。あとは小動物です、サナさん、カノンさん、そのツッコミ浮かびませんでした。どのツッコミしたっけ。そのツッコミだ眉間にシワのやつかな、かなごめんなさいね、時差ができると分からなくなっちゃうんだよね。もう今にしか生きてなくて、あ、サナさん男湯ね、男湯ね、男湯、うん、サナさん男湯を、男湯に目をつけたらどうっていうとこかな、うん、なるほど、コーヒーミルで粉砕できてますね。なるほどね、やっぱね、ミル使うんですね。あ、コーヒーミルでできるんだ。コーヒーのあの豆を砕ければ米だってたやすいだろう。あ、そうかそうか、うん、で、このゴリゴリって手でやるの、それともビーンのコーヒーが電動？電動かな。あ、でもコーヒーミルって結構こうやってやるやつ多いもんね。ねえ。ああ、風味のためにはあの高速回転より低速の方がいいっつうもんね。ああ。ちなみに僕はいつもあのご飯食べて黒ごまをすり鉢でこうすって軽くすって、それを黒ごまご飯にかけて食べてます。粋な男だね。黒ごまです。あの、あまりこうひどくね、強くやると中から油が出て酸化しちゃうから、おお、鉄筆を持つぐらいの軽くね、あれを持って、うん、なんだろう、すりこぎ、うん、をね、雑学を雑学をだわやっております。面白い、はい、いいね、すごいね、お家ですりごまを当たってるという、はい、金曜日は通常午後からお仕事、午後からなんですね。あ、そうなんですね。そっか、はい、ショートハーレムさん、ハーレムさんになっちゃった。ハーレムさん、ハーレムさんでいいんじゃない？ハーレムさんはハーレムさんでいいと思う、私も。ショートブツっぽい女の子好きです。ハーレムね。今度からハーレム、あの素敵な男性なのでね、ハーレムさんね。サナさん、いや消えてしまった。どこ行った？うん、サナさん、サトラさん、ご出演お願いします。そう、サトルさん、あ、サトルさんじゃない、サトラさん、グルちゃん飛び入りで。ねえ、サトラさん、ほんとね、出ていただきたいんだけど、うん、またあのスカイプください。あの日程調整しましょう。ね、年内でもいいし、年内行ける日あるかな。ちょっと出ない、私も。あれなので、またね、朝でも夜があんまりないんだよね。あー、そっか、結構詰まっているのでね、朝だと空いてる日もあったりするんですけど ね、うん、ちょっと曜日、何曜日だよっていうのを送ってください、うん、調整して、うん、コーヒーミルは電動ですね、結構安価なんだ。あ、そうなの、ね、うんうん、コーヒーミルだけとかあるかな。コーヒーミルでもごまも何でもできるんじゃないか。へえ、うん、あ、そうなんだね。今最近私はミキサーを買って、それで、うん、バナナとオレンジをミキサーにして飲むのが好き。ああ、そうなんだね、うん、へ、ちょっとそこにレモンを絞ってです ね、うん、ちょっとそこにウォッカなんか入れない、入れない飲むんだ入れるんだやっぱなんかあの噛んで食べるのも美味しいけどね。うわ、うん、びっくりした、固まったかと思った。うん、うん、なんか飲んじゃった方が早いなって思って、それで、あ、そうかそうか、そうするとあれもほら、白いみかんの周りについてるやつも全部飲めちゃうでしょ。お、口に残る、みかんの周り、あ、彼女、あのみかんの白いやつ取るの、ごめんね、買っちゃうわね、ホッケの骨まで食べちゃう男だから、その人に言ってもあんまりあれだったよね。ねえ、
僕そのままね、まあ、行きますけど、私もそのまま行きますけど、ちょっと飲み込むときさ、形がめんどくさいじゃん、皮とかも、みかんの。そうかな。あ、え、皮も食べないの？皮は食べるけど、噛むのに時間かかるじゃん。飲めばいいじゃん。飲むけど、なんか形が大きいじゃん。あ、そう。だから全部粉砕してやる、みたいな。あ、粉砕するんだよ、皮ごと粉砕してみたいな。周りの。周りの？ちょっとそこは農薬もいっぱい入ってそうだし。山口県ってあのみかんが有名なんですよ。まあ、愛媛もそうですけど、うん、山口県すごく有名で、うちから1時間ちょっとしたとこ、大島ってとこあるんですよ。周防大島ってとかね。うん、そこでは、まあ、瀬戸内海面してね、さくらんぼたくさん取れるんですけど、うん、なんとみかん鍋というのがあります。みかん鍋。怖い。ね、普通にお野菜とか入ってるんですけど、こっちも入って、そこにポンポンポンとみかんが乗っかってます。焼いたみかんです。あ、焼いてんの、しかも。逆に皮ごといけるんじゃないですかね。え、皮も食べるの？皮もいくのかな。ちょっと僕も食べたことないんですけどね。かちゃんだったら栗も皮ごと食べそうだもん。食わねえ。食ったらいかないよ。くるみとかもガリガリかじりそうだよね。なんか口がアイゲゲするじゃん。だってほんとこの男はアジの骨やホッケの骨食べますからね。中骨だよ。中骨食べます、ね、ゼゴも食べますからね。どうかカルシウム十分足りてると思うよ。いや全然足りてなさそうに見えないから大丈夫だよ。だってね、僕4あるんで、この年でね。え、なに？全然ね、2センチ伸びましたからね。うんうんうん。え、身長？うん。おお、いいね。いつだったかな。僕ずっと前測った時170.7とか測ったんですよ。もっとでかく見えるけどね。で2年か3年前測ったら 172.何とかなってましたよ。伸びてる。すくすくと。じゃあ5年後には180だね。伸びないって。タケノコじゃないんだから。大丈夫だよ、伸びないっていうブロック決めつけやめようぜ。多分ね、縮まないんだと思う。ああ。伸びるっていうよりも。なんかうちの最近、うちのママがなんかちっちゃくなってるような気がするんだよね。え？ちっちゃくなる。ヘルちゃん乗るんじゃない？肩のとこ乗ってんじゃないの？あ、カナちゃん、あ、ママ、あ、肩乗ってんだよ、今日。目玉親父じゃないんだから。手乗りママ。手乗りママ。やだよ、どこでもトトトトなんかどこにでもついてきそうだからやだな、そうするとね。嫌なのめんどくさいじゃん。なんかそんなことないよ。そうだね、そんなこと言っちゃい失礼だ。あ、うんさとらさんよろしくお願いします。ハレムさん、ハーレムから来てますけどね。そうだよね。そうだよ。ハーレムはいいじゃないかね。私も逆ハーレムだったらいいな。サシバーは入れたんですか、サトラさん。あ、サトラさんだって誕生日の前に16日が誕生日で、その前の日に刺し歯が4、あ、違う、歯が4本折れたって言ってたよ。え、4本？うん、歯が4本折れた、あはははみたいな。歯だけにははははみたいな。それは今あはは私がつけたけど。どうしました、サトラさん。どうやって折れるんですかね。何したんだろうね。え、ぶつかったの、それともなんか、あ、抜けちゃった、ポロポって抜けちゃったから、それは怖いよ。なんかあれ、なんか砕けちゃった、ははははみたいな、そうなんじゃなくて。わかんないけど、どうしたんだかわかんないけど。ハレムさん、今日歯医者さんで入れてもらう予定です。差し割れ、オフ会になんとか間に合ってよかったですね、いい男がね。歯抜けちゃんだとちょっとやっぱりね、コミカルになっちゃいますからね。そうね。あ、ゆうこさん、島野さんお久しぶりです。島野さん、この間ね、あれの時にお会いして、うん、あれの時サイバーさんの時にお会いしてね。ああ、はい、うん、すごいいっぱいいろんなお話を聞かせてありがとうございます。ありがとうございます。私の知り合いのセラピストさんも、娘が精神的知能障害、うんうん、で視力がガタ落ちしてた頃、娘の目になって見ましたって、娘の部屋が見えたそうです。やっぱり
時間も空間もなければ、うん、時間も空間もなければ移動という言葉もないね、うん、うん、うん、テレポーテーション、うん、目だけテレポーテーション、目だけテレポーテーションを、その時ってここに意識もありながら、今いる自分の場所も意識がありながらそこに飛ばせるのかな。ああ、そう、ずっと前僕あの遠くのものが見えたって言ってたんです。覚えてる？視力が 4.0 のところ？違うよ。見えないよ。遠くのそのね、石飛んだ先にどこにあるかとかさ、分かんないよ。うんうん。そのなんか千里眼とかよく言われるじゃん。あ、千里眼ってね。まあ、それがリモートビューイングなのかよくわかんないけど、うん、ね、あそこに杉が3本あって、あそこに鳥があってとか全部見えたっていうのも多分同じような感じかな。あ、そうなんじゃない？うん、うん、それもそこに意識が飛んでるんだよね。そう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 、うん、ね、実態はここにあるけど、うんうんうん、私はそこは見えるみたいな。私もゆっこさんがさ、堀ゆう子さんね、あの、うん、ゆっこさんが前イベントやった時にリモートビューイングの講習みたい、講習っていうかやあって、天描画と一緒にあったんだけど、その時封筒の中に写真が1枚入ってて、これは何の写真かっていうのでね、もちろん見えないよ。で、うん、ゆっこさんがこれに対して例えば数字を8316とか勝手な数字を言うのね、うん、でその83、この封筒から情報を取るんじゃなくて、その封筒に名付けられたその番号8316、それでベベベベベベベってなんか思いついた線だったり絵を描いていくんだよね。おう、その時に私ピラミッドと太陽かなんかだったんだけど、うん、描けたんだよね。ああ同じだと思ってびっくりしたことがあった。はあ、だから潜在意識は何でも分かるんですね。ああそうなんだ。その数字を言うことでゆっこさんにつながる、ゆっこさんが何入れたのかなっていうところにつながってやってもいいかもしれないし、封筒のとこに意識してもいいかもしれないし、うん、ゆっこさんだからあれかなみたいな思ってもいいし、でもその数字っていうことで焦点がそこなんだよね、うん、みんなが思うっていうことなんだろうね。なるほどね、面白いね、そうね、うん、じゃあ今度リモートビューイング大会しよう。やってみよう、やってみましょう、面白そうなんだよ。とかさ、あのトランプを1枚、赤か白かみたいな、赤白じゃない、赤か黒かとかね。ピンクジョーカーでしたみたいな。ね、そういうのも面白いよね。ハレムさん、なしで出演したら面白いかも、ぜひ取り外し自由にして。刺し歯なしで、刺し歯、サトラさん、歯は刺し歯。3本折れて、刺し歯が3本折れたんですね。お、なぜかこれなんて読むの、なぜか普通のやつかなのが4本です。僕のとこに映ってないんだよね。魚のハンバーグを食べて折れました。あ、はめるのが、あ、なぜかはめるのが4本ですか。うん、魚のハンバーグ、ぜひ見るで、いろんなものを砕いて流し込んでたんでしょうね。魚のハンバーグを食べて折れたの。すごいね。一番柔らかいとこだろって。どんな魚？シーラカンス？シーラカンス食べてた。かっちゃんのその反応が変だろ。硬そうじゃん、シーラカンス。シーラカンス食べたことないかも。でも深海魚だからさ、柔らかいんじゃない？柔らかい。深海魚だって筋肉質な感じしないじゃん。だってあの古代魚だよ。うん。古代から生きてるわけじゃないから。生きた化石って言われてるから、なんか硬そうじゃん。あっ、とか言って。思い込みだよ、そんなの。思い込みか。だって、タチウオがでかくなったみたいなやつでしょ？え、シーラカンス？あれ、シーラカンスってタチウオが長くなってでかくなったみたいなやつじゃなっけ？あ、違う、私それ、リュウグウノツカイと間違えてるか。うん。もっと、もっとごっついよ。ごつかったっけ？鱗がすごく大きくてさ。アロアナみたいな感じ？アリゲーターガーみたいな感じ。言ってわかんないか。ワニ、ワニじゃないな。シーラカンス、シーラカンス調べてみましょう。サトラさん、前歯の差し歯に違和感があって、歯医者さんに行って新しいのに変えてくださいって言ったらダメです。自然に抜けるのを待ちましょうって言われて2週間後に折れた。これも引き寄せたのかも。そ
ど。シーラカンス美味しそうか、大丈夫か。え、すごいね、自然に抜けるまで待ちましょうって怖いわ。あの、標本だけどこんな感じですよ。あー、すごい顔だね。あのポテトコット、コット、ハタ、ハタ、ハタみたいな感じじゃない。え、なんか硬そうでしょ。クエとかね。あー、クエに似てない。クエ、クエ、クエかな。でも、うん、硬そうだよね。でも鱗を取ったら柔らかいかもしれない。鱗取ればね、唐揚げにしたら美味しいかもしれないよ。あ、いいね。カサゴみたいな。そう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 。あ、シーラカンスってそんなだったか。あら、やばい、こんな時間だ。おお、おお。じゃあサクッと1枚いきましょうか。はい、わかりました。はい、じゃあ今日、いつでもいいや、皆さんの好きなタイミングのカードを引きます。1枚引きます。皆さんにメッセージです。かちゃんがリーディングして、私がコスモボイスヒーリングさせていただきます。ペロン、はい。あなたの心の中にわだかまりがあるかもしれません。あなたの心の中に、一点の曇りがあるかもしれません。でもそれは一時です。今そう思ってるだけです。実はその一点の曇り、思ってるもそのものも本当は存在しません。あなたが作り出しているのです。その曇りを消すのはとても簡単です。その思いを消せばいいんです。消すといっても、忘れたり、なかったことにしようというのではなくて、それを受け入れることです。受け入れてあげることによって、それが何でもないことに消えていきます。霞が変わったように消えていきます。目の前の曇り、それから、なんか気になることがあれば、それを消えてみてください。そうすれば目の前からふわっと消えてきます。はい、はい、とても静かな時間、自分と向き合う時間です。外側に影響されるのではなく、自分の内側と対話してください。嫌なことに思いが覆われるかもしれません。でも太陽は必ずあります。光は必ずあります。だからこそ、一回芯の部分まで向き合ってみる時間かもしれません。上を見れば必ず光があります。あなたの中にも光があります。だからこそ、一回向き合ってみる時間を静かに作ってあげてください。はーい。あーはーい。はーい。今日はね、晴れてね、うん、うちの方太陽が今ね元気に出てますけどね。うちもすごく眩しいくらい、昨日はあの曇って寒かったんですけど、今日は暖かそうですね。あったかいのかなね。そうそっか、そっちは寒いか。うん、ね、でも日中になるとね、またね太陽の光で暖かくなるかもしれないからね。はい、お出かけしてみたいと思います。はい、はい、かちゃんどうですか、今後の動きは。今日なんですけど、こちらの山口ですね、先日もちょっと話したと思うんですけど、自分の山で採れた柚子があるんです。その柚子で柚子胡椒を作ったんです。その余りの種を使って、うん、化粧水を作ろうと。化粧水ね、柚子の種とガイアの水、それからエリジアムを使って化粧水を作ります。そういうワークショップを本日山口でやりますんで、ぜひ山口にお越しの際は来るわけないけど、ぜひ寄ってみてください。ご連絡を、はい、
ね、面白いね。この間ね、かっちゃんと、11月の19日に東京で、ブレインブートダンスやって、でまたね、うん、今かっちゃんそれいろんな、方とコラボっていうか、いいようにいろいろ組み替えしたりとかね、さらにいい状態にしていくのをやって、コンサルやったりとかしてるので、ね、それが1月の今度いつだっけ、ちょっとね、日にちちょっとずれるかもしれない。あ、ほんと。うん。まあちょっと調整します。はい。1月に来る予定なので、はい、ぜひ、じゃあ楽しみにしててください。はい、あとまた。アイテムを使って、あなたの静電気を。そう、この間面白かった。そのさっきの棒でね、頭をやると、よく電磁波だったりとか、でかいっつうの。あの、かなり強力です。溜まってるんだよね。やっぱスマホだったりとか、パソコンだったりで。それで頭いじられると痛いとかなってんだけど、踊った後とかってその痛かったのが抜けるんですね、うん、そうなんですよ、不思議とね、うん、抜けるんですよ、それほんと体感できる、うん、ね、うん、ぜひなので、あの、参加してください。そうすると、あの、やっぱね、そのよくかち電磁波とかそういうので体への影響がある、ストレスだったりとかね、そういうのが起きてくるので、うん、そういうのを抜くことでまたえっへへになってこうぜっていうことですな。そうですね。はい。で、私の方のご予定は、ちょっとね、あれですな、パーティー系が、はい、あるけど、そういう一般にっていうのがなく、12月の13日が、表参道のワイハウスでライブというか BGM 的演奏をさせていただきます。でよかったらいらしてください。あと、12月の22日に熱海のホテル&リゾート&スパだったかなっていうホテルで、ロビーコンサートをさせていただきますので、お泊まりがけでもいいし、立ち寄りでも見れますので、ぜひお越しくださいませ。ドレス着ちゃいます。、うん、あとは、あと、12月19日、これは感情解放のやつ、お話とか、ちょっと体を触ることで、解放をしている神尾恵子さんっていう、ケイさんっていう方と、あと、はい、私が歌を歌って、涙を流したりとかね、いろいろ、まあ、大笑いしたり、結局、あの、するイベントを東京、うん、かっちゃんとね、やってる場所ヌーランドで一応やる予定になってますので、ぜひ、12月19日お越しください。あ、これちょっとね、女性限定な感じかもしれないんだ。あ、そうなんです、月曜日、月曜日です。お、うん、お越しくださいませ。ご予定はいかがでしょうか。さあ、そんな感じですかね。はい、はい、楽しみですね、それもね。うん、楽しみだね。あの、やっぱり男性がいると、うん、やっぱ彼氏とかへの思いだったりとか、そういうので出せないものってあったりする人もいるじゃない？はいはいはい、男の人の前で恥ずかしいわっていうのとか、そういうところにブロックがある人なんかは、うん、ギャーギャーね、男性が異性がいる前で泣けないとかさ。そうだね。あ、そうかもしれないね、うん、なので、うん、女性限定のイベントとしてね、やろうと思ってますので、はい、ぜひよかったら、12月19日ピーママ来てくださいって、ここでピーママいきなり言ってみる。でございます。あ、シーラカンスは食べたことないです。僕もないです。あ、ハレムさん、きっと1本大きかったから4本になったのでしょうね。サトラさん、早くね、今日じゃあ巻いたいい男になったらスピーティービーお出になっていただくということで、ポチッとな掲示板、設置したので押してみてください。カウントされるかどうか、ハレムさんの方の、うん、とあれがあるわけですね。スピリチュアル TV のぜひ私たちの画面、本局の方の下のところの青いところにスピリチュアル TV の、あ、そうか、今ホームページが変わったから場所違うのか、どこ行った、どこ行った、ちょっとかちゃんごめん、聞いちゃう。こっちはどこにあるんだろう。寄付のお願い、スピーティーに富むのか、違う、ここじゃない。あれ、ランキングボタンどこ行った？ランキングボタンはどこだろう。
あれランキングボタンなくなっちゃったっけ。ないね。あら、小林さん、あ、これはいいねか。これはいいねだ。あ、わかんないな。わかりません。お、ランキングボタンちょっと。あれランキングボタンどこ行っちゃう。どこかな。ど、あ、どこだろう。どこだ。ランキングボタンのこととそれ言わなきゃいけないね。そうだね。はい。はい。シオンエツコさん、おはようございます。おそようございます。ピーマンも、おはようございます。おそようございます。ハレムさん、現在65位。ハレムさんのところだね。何が65位。あれだよ、ランキング。何の掲示板。え、よくブログとかでランキングあるじゃん。このランキングボタンをね、あれしてないと。ランキングボタンどこ行っちゃったんだろう。え、右側にあんの本当。え、どこ。ピンママが右側ってか言ってる。右側、右側、右側。これはということは分かりづらいってことだね。どっちにしても分かりづらいってことだね。そうだね。じゃあ、あのスピリチュアル TV は皆様のご寄付でできております。いろんなシステムを使うのに毎月お金がかかったり、もしよかったら、私たちの話でくだらねえなと思っても他の先生方いいこと言ってます。それでいいなと思ったらご寄付をいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちは、私たちあれなんであれなんですけどね。サトラさん、パソコンの電磁波、ブルーライト、紫外線対策はバッチリです。あらゆるマイナス波動、送電対策もやってるんだ。すごいね、ちょっとやりすぎかも。すごいな、サトラさんの今度グッズ一覧紹介してください。ね、ね、そういうのいいよね。私たちも嘘800シールを貼ったりとかね。そう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 、いろいろやってるよね。うん、こういうタブレットとかにも貼ったりとかね。うん、はい、そういうのして、本当。LSD じゃなくて LED とかそういうのも目にだったりとか結構ね、はい、あるので、そういうのもね、本当気をつけて意識していきたいものです。うん、ランキングボタン、あ、そっか、ランキングボタンないよね。そうないよね。丸さん、朝はカノンさんの声が最適、ありがとうございます。皆さん今日も元気でいらっしゃいますでしょうか。声がマジで今ちょっと作った声だね。そんなことないです。私これが自然でございますもの。そうですか。おぎさんね、新しいホームページからランキングボタン消えてます。今何位なんだろう、スピリチュアル TV 大丈夫か。誰も出てねえよ。あ、それで、それでスピリチュアル TV が65位なんだ。やばいじゃん。いや、あららら。寄付は右側でランキングないですね。ピモンモもありがとうございます。そう、あと、4月2日に、スピーチャル TV、 テディさんが昔スピコンっていうのをやっていまして、それが今度テディコンということで、テディさんたちのことが、テディさんたちじゃない、テディさん大好きだった人たちが集まってイベントします。私もかっちゃんと一緒にね、ブースを1個いただいて、ヒーリングとかあれとかこれとかしようと思ってますので、ぜひその出展したい人、それから見に行きたい人、4月2日開けといてください。今ピーママがきっと、場所はもう確定なんです。場所は確定してます。きっとピーママが今 URL 貼ってくれると思います。はい、わかりました。ピーママよろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたにかかってます。ピーママにかかってます。本当、あんこさんとかね、いろんな地方からも来てくださって、遠いところではかっちゃんが山口からね来てくださったりとかしますので、どうぞ皆さんも、さとらさんも、エコルさんも、みんな、さなさんも、おぎいさんも、4月2日集合でございます。4月2日集合、うん、よかったね、1日やんでね、エフリルフルじゃなくて、ね、嘘だったよみたいな、そうそうそう、ないんだみたいな。うん、そう、テディさんねのことを思ってみんなでやっていきましょう。はい、はい、じゃあこんな感じで今日もお伝えいたしましてありがとうございます。なんか今日なんかまともな話しなかったと思うのに2時間になっちゃったね。なんかグダグダ話してましたけど、まあ昭和の話でしたよ。次回がもう12月なんだよ、びっくりたまげた。次回僕がちょっとあれなんで、何です、
そうだね、次回かっちゃんがお休みなんで、さとらさんぜひって言うてみる。次回12月2日、さとらさんいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。9日はかっちゃんが大丈夫なんだよね。うん、大丈夫です。で、はい、その次の16がもしかしたら私あそこ沖縄じゃなくて熱海行ってるからできないかもしれないよね。ああ、なるほどね。で、23がかっちゃんダメで、あ、23、あ、16がダメ。あ、16がダメなんだ。23は OK。 23は OK だけど私がってことだよね。あ、かのちゃんダメなんだ。熱海行ってるからもしかしたら放送ができないかもしれない。あ、そうか、16は OK なの。16はかっちゃんいいんだっけ。かっちゃんダメだ。僕はダメ。多分もしかしたら私これミーティングがあるかもしれないから、もしかしたらちょっと16日はちょっと、あ、次はもうね、30日かな。30日やる。かっちゃん迫った、これ、ん、30日大丈夫。30日大丈夫だ。じゃあ30日をやります。もうね、忙しい時にきっと31日はゴロちゃんがやるんじゃないかと思ってますけど。分かんないよ、分かんないよ。でもみんなでね、あの、忙しい忙しいっていうのは妄想なんで。実は周りが忙しいだけで、それも緊張してるだけです。そう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 、はい、もうね、日頃から掃除もしてるから断捨離ももうするもんないだろうしね。そうね。と思っております。はい、さあ今日は長々と皆さんありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったね、今日ね。あ、さとらさん OK なんだ。さとらさん、あ、ピーママありがとうございます。ホームページ貼ってくださってますね。うん、うん、テディコンでドットコムってことでできてますので、ぜひ4月2日いらしてください。そして、はい、来週はさとらさんがかっちゃんの、イエーイ、ありがとうございます。はい、では、また、はい、皆様今のうちに、2017年4月2日のところに手帳にチェックしててください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございます。また、次回お会いいたしましょう。はい、はい、どうぞ。ゴーゴー前田かしらと富田かのんのトーラスぐるぐるチャンネル、略してぐるちゃん、ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。それでかっちゃんがピュッピュッピュッって後ろ下がってればいいの。あ、そうだよ。さよなら。またお会いしましょう。あ、消えた消えた。じゃあねー。はい、ありがとう、かっちゃん、またねー。はーい、お疲れ様です。はい、you